パリゴリンの柔道女子5 7キロ級で、カナダ代表として金メダルを獲得した出口クリスタの愛用アイテムを発見した日本企業が、感激の声を上げている。画像、似てるのもあって愛用しています出口クリスタが披露したムキムキの肩筋、頭に日本企業の製品が映った一枚。出口は昨年10月、自身の X、旧ツイッター、二両肩を出したファッションの自撮りを投稿した。 黒いシャツからは筋肉の鎧をまとったかのような肩が露出しボコボコしすぎててどこからが肩なのかわからんという文面にラクダの絵文字を添えユーモラスに紹介しているこのファッションに今になって注目しているのがアウトドアグッズを販売する日本企業のロゴスだグレーのキャップには同社のロゴが公式 X に 柔道カナダ代表のハッシュタグ出口クリスタ選手がロゴスキャップを着用してくださっているカナダとロゴスってどこか似ているようなと喜びの投稿を行った。これに出口がメープルリーフに似ているのもあって愛用してますと反応。カナダ国旗にもあしらわれ、同国の象徴とも言えるデザインを愛用しているようだ。ロゴスは公式ホームページにロゴのイメージからか海外のブランドだと思われることもあるロゴスですが、 実は日本のアウトドアブランドです、と歌っている。出口宛ての投稿にも、ちなみにロボスは大阪の企業ですよ、としている。